ではまずはじめに、大森高雄取締役より、定例会見を始めさせていただきます。まずは、昨日の、両国国技館大会、こちらの総括をよろしくお願いいたします。はい、まだまだ残暑の厳しい中、お暑い中ですね、お忙しい中お集まりくださいまして誠にありがとうございます。昨日、両国大会ですね、昨年に引き続きまして、2度目になりましたけども、本当に厳しい、全日本プロレスを、支えてきてくれたファンの方たち、マスコミの方たち、そして選手、そして当社スタッフ、そういう厳しい時期をですね、乗り越えてきたみんなの気持ちが一つになった、そういう大会になったというふうに自負しております。で、昨日、自分も試合も含めてなんですが、他の試合も見てて、すごく若い選手の、成長と、あと新たなる決意というね、ネーミングにふさわしい、そういう素晴らしい大会になったというふうに、思いました。はい、そして昨日ですね、X の発表がございました。昨日発表があったマコマナイでしたっけ？マコマナイ、はい、11月19日マコマナイ大会ですね。はい、世界最強とは決定ですね。はい、そのに武藤圭司選手の出場決定。はい、そして、はい、今まで9月のカード出てましたけど、はい、X で発表してた場所が、はい、大森選手の対戦相手にいるので、はい、X の選手が曽谷学選手という発表がございました。はい、そのレッスルワンさんと交渉していく中で、出てきた話でございまして、まだどういう覚悟を持って、再び全日本プロレスに参戦してくるのかっていうのを僕もまだ真意がつかめない部分が非常にあります。昨日の大会の中ですね、大森選手も試合の方の、総括さんよろしくお願いします。はい、昨日非常にそうですね、モニターも含めて、ほぼ全試合僕も観戦いたしまして、特に気になった、心が震えた試合いくつかピックアップしてコメントしていきたいなというふうに思います。第ゼロ試合として行われました岡田雄介対佐藤圭一の試合、本当に第ゼロ試合という位置づけながらですね、気迫あふれるアグレッシブな試合で、岡田選手、すごく生き生きしてて、本当オープニングを飾るにふさわしいですね、勢いづける素晴らしい試合になったと思います。そして第7試合で行われました青柳優馬対太一、昨年行われたですね、同じカードで、本人青柳選手はすごく不本意だったいうことを言ってましたけども、昨日見る限りでは全くそんな風なものを払拭するだけのね、エネルギッシュアグレッシブな、これから試合やる人間にとって、励みになるような、そんなすごい試合だったですね。はい、本人が、本人の成長とあと周りの見る目も変わったんじゃないかなっていうふうに思うぐらいのすごい試合だったと思います。そして、その後第8試合で行われました8人タグマッチ、田中実、岩本浩二、大森高尾、秋山純太、鈴木小太郎、ボディガー、ジョードーリング、ゼウスの試合でございますね。途中でですね、ジョードーリングがまさかああいう暴挙に、出るとは、全く想像もしてなかったし、創立45周年記念試合ということですけども、どちらかというと、そのテーマが乱しづらいような、8人タッグだったんですけども、
いやいや、試合始まって終わってみればですね、なんか新しい火種が生まれる全日本プロレスの中で今後こういう流れが作られていくんじゃないかっていう、なんかその片鱗を見たような、とんでもない、いろんなラインがまたできてきた、なんかそういう試合に結果的になって、昨日の試合の中ではインパクトは残した方なんだというふうに思いましたね。そして、世界タッグ王座決定戦として行われました、甲斐野村直也対岡林雄二関本大輔、敗れてはしまいましたけども、甲斐野村直也両選手の、躍動が光った試合だというふうに思いました。特に野村選手、本当に、もう一歩というところまでですね、関本岡林を追い込んで、ベルト取るんじゃないかっていうふうに本当にずっと試合を見ながら思ってましたね。それだけ今の野村勢いがあるし、物おじしない部分が、さらに磨かれてきたんじゃないかというふうに思いました。そしてメインイベントで行われました参加ヘビー級選手権試合、石川修司対、宮原健人、これも僕最初から最後まで全部見てましたけども、本当に、三冠戦にふさわしい、とんでもないド迫力の試合だったです。本当に一つの意義として、ベルトを全日本プロレスに三冠のベルトを取り返すというのが、テーマだったと思うんですけども、それ以上に内容でね、ものすごく濃いものを見せてもらったなっていうふうな実感がありましたし、まだまだ宮原選手がこれからベルトを、巻いてですね、全日本を引っ張っていく、そういうふうに頼もしく、思えた試合でございました。はい、世界タッグ選手権、王座決定戦の後にですね、はい、秋山選手、大森選手が、はい、挑戦表明、あ、はい、はい、どういう気持ちで、すいません、ちょっと昨日の大会自体を客観的に振り返ってたんで、ああ、自分のことをちょっと何度かして、はい、こちらの、はい、やっぱり今年25周年ということで、やっぱり共に苦楽を共にしてきた秋山選手とですね、ベルトという形に残るものを目指していきたい、そういう気持ちが、合致いたしまして、挑戦者として名乗りを上げました。はい、まだリングの上で関本岡林は彼らの中での返答は受けてやるというふうにくれたんですけど、あとまた本部の方のですね、はい、認可が下りれば決定するというふうに僕は信じております。はい、ぜひ二人から。二人に挑戦して、世界タッグのベルトを我々の腰に巻きたいというふうに思います。はい、ありがとうございました。はい、ここまでで、質問ある方いらっしゃいますか。よろしいでしょうか。はい、それでは最後にですね、はい、本日ウルティモドラゴン選手がメキシコに、帰るためです。ちょっと仕上げ会見の方欠席となっておるんですけども、メッセージの方、いただいております。こちらを代読させていただきます。ウルティモドラゴン選手コメントでございます。全日本プロレスの45周年記念という記念すべき年に、両国という大舞台で最強チャンピオンの田尻選手と戦うことができ、そして勝ってベルトを巻くことができたことに感謝しています。このような素晴らしいチャンスをくれた全日本プロレスの秋山社長をはじめ全選手関係者の方たち、そしてファンの皆さんに心から感謝したい。ウルティモドラゴンということでございます。そしてですね、昨日の両国大会終わりまして、本日早朝にですね、ちょっと挑戦状が一通会社の方に届いております。そちらの方を、代読させていただきます。ビリー・ケン・キッド選手からの挑戦状でございます。ウルティモドラゴン様、世界ジュニア王座奪取おめでとうございます。私もあなたに憧れレスラーを志した一人です。
単身メキシコに渡りデビューした私は今年で20年を迎えました。このタイミングであなたがチャンピオンになったのは運命だと思い、世界ジュニアチャンピオンのウルティモドラゴンに挑戦を表明させていただきます。私の20年間の全ての思いを込めて憧れを超えます。ご検討よろしくお願いいたします。プロレスリングアンサーリーケンキットということでございます。はい、大森取締役、こちらのような、挑戦状届いております。ビリー・ケン・キッド選手、まあ、大阪大会を中心にですね、あの全日本プロレスも参戦してくれてるし、実績といい、まあ、キャリアといい、申し分ないものがあると思います。あと本部の方のですね、返答があれば僕は挑戦者として、十分ふさわしいんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、ありがとうございます。以上をもちまして定例会見の方、終了させていただきます。ありがとうございました。引き続き記者会見を行います。はい、最後に質問ございませんか？ない。じゃあ下がります。ありがとうございました。